はい、今回はスマッシュブラザーズの、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの、オンラインの方世界戦闘力を上げていきたいと思います。このようにねスネークが今一番撃墜数が多いんですよ、オンラインで。その次にガノンドーフと、ミュウツーとなってくるんですけど、まあ一番使えるってわけじゃないんですけど、スネークの方が、世界戦闘力を上げていきたいと思います。確かスネークの世界戦闘力は今200万ちょっとくらいです。ちゃう感染じゃない。あら、ダイアンと、誰かと、優先ルールはこのようにしておきました。乱闘停止は1対1で、ルールはストック、ストック数は2で、制限時間は7分、ステージは終点のみ、アイテムは、ありません。1人で、スネークでやっていきます。迷彩についてはもう、まあどれでもいいかな。特にね、どの迷彩使ってもあんまりタクティカルアドバンテージは変わらないんで、まあシンプルなやつで。このスネークで横スマの RPG7 が撃つのがすっごい遅いんでね、入力した後他のキャラとこれ一旦まず持ち上げてから下にやるので、これ真横に撃った方が時間も早く済むと思いますけど、下にしか撃てないんでね、一回、横スマに入力して離してもやはり下しか離せません。相手はリュカか。ここは助け出してきたから。できねえな。入った。でこの後にこれ使うのがニキータだったっけな、あれ横 B の必殺技空振りだ。ここで迫撃を打つよりかはこれを使った方が決まりやすい。危ない。あら結構射程長いな。あの氷野生最中に行った方がいいか。ゲーファイヤーをかわして、つかみまくわして、ここで当たれば、さっきは反対だったな、今の。で、ここで、いった。後ろから当たりましたね。終わった。ゼロからが強え。意外とあの体の割にはダメージがよう入る。あと手榴弾とか使ってなかった。ああ無理だ。ピンチンハイヤー強かった。ルフレとかって制限があるじゃないですか。こっち制限とかないんで。おお、来ました。やばい。終わった。まあ、あんな感じですね、実力は。ちょっと落ちました、世界戦闘力。今は世界戦闘力230万か。
で一番いいのが、こいつですね。前一回どうやったっけな、ミュウツーで、確か300万いったんですよね。その後少し負けて280万まで落ちました。まあこいつのミニの射撃タイプのこれね、これも280万になっているんですけど、これも300万あったんですけど、ちょっと落ちてしまいました。一番高いのが意外と一番使えない剣術のミニのタイプなんですけど、まあそのうちこれ使ったら落ちるんでね、何も今は操作しないようにします。それよりこいつの、世界戦力を上げていきます。あ、さっき手榴弾と、使ってなかったですけど、この下のこれ違う C4 爆弾も、C4 爆薬か、あれも使ってなかった。実際これがどういう風に有効に使えばいいんかがあんまりわからない。 C 榴弾の使い方、使い方わかるけどね、実用性があるのかって聞いたら当たりにくくないですかこれ。だってあの手榴弾貯めている間に、手榴弾貯めている間にさ、あの時間が必要で、放った後にもね、投擲した後でも時間が必要なので、爆発までに相手クラウドからですね、なんか嫌な予感ボギーが当たんねえな、当たった。あれ反対側って当たるんか、相手の方が長いな。このまま、まあでもかわして、名前わかるけど、前回り、これがね、全身か、これが意外と速いから当たりやすいんですよ、これ。で、迫撃砲も当てて、あれ、ちょっと迫撃砲今当たったんですけど、この刀が勝つとは、当たらない。これ当たってくれ。強撃できました。あー、刀の方が強い。名前が分かんない相手が持ってるクラウドが持っている武器が、普通に考えて爆薬で壊れないっていうのがすごい。あー、入るか、入るか。ガードしたつもりだったが、この上のね、必殺技は偵察機でなんか飛んでいくやつなんですけど、あれ崖つかまった時は離れるんで、それで一応攻撃も与えられます。ちょっとやばいですね、一瞬で巻き取る。クラウド嫌い、RPG でも遅い、出すの80%だから多分負けると思います。後ろに追っても当たるの、当たらないと C4
や、このまんまでは終わる。かかと落とすより歩き方が速いと思う。シーフォーが一番飛んで、はい、あ、いけるか、頑張ればいける。あ、いけた。あ、やっと勝ちました。一応もう負けた映像と勝った映像が撮れたんでね、これで終わって一応終わります。あの、一回負けて一回勝ったっていうんで、世界戦とか上げるって目標があったんですけど、そんなに世界戦とか変わりませんでした。今回初めて大乱闘の方をね、キャプチャーしたんですけど、まあまだね、いろいろキャプチャーボードで試してみたいのでね、いろんなゲームをやっていきたいと思います、スイッチのね。あと、まあ最近マリオのゲームが発売されたじゃないですか。あれとあれも買ったんでね、それとマリオテニスのエース、マリオテニスエースだったんですね、名前が。それと進撃の巨人2と、他にも何かあったと思います。そちらの方をね、やっていきたいと思いますので。 あとポケモンもありました。ポケモンのピカブイとか、ああいうやつも、キャプチャーを試してみたいと思うので、今度そちらも実況してみます。前のね、スプラトゥーンは1回やったんでね、まあ新しい武器とかがアップデートで追加されたような場合ではやると思いますけど、これで今回は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。